回戦さっき、その金縛り、とかの話してましたけど、なんかあれなんですか？なんですか？そのなんか金縛りってなんか脳の錯覚とかも言われたりするじゃないですか。そうなんですよ。体が疲れててとかと幽霊っぽい金縛りの違いとかって分かったりする、え、あるんですか？ちなみにとわっちゃんね、あの中1の時に自由研究みたいなのがあって、何の自由研究してもいいんだけど、金縛りと幽体離脱に対しての自由研究をして、ぶっ飛んでるな。そう、おかけを見ながらね、めちゃめちゃ勉強して一冊の本にまとめました。すごすぎる。でまずね、その金縛りになる方法、なる方法、やっぱ自由研究しましたから、こちら自ら、はい、なる方法、とわっちゃんめちゃめちゃ何回も何回も自分で実験をして、あ、なるほど、これ本当に合ってるわって分かったのがあります。それを一旦皆さんにお伝えすると、まずコーヒー飲みます。ブラックコーヒー、はい、ブラックコーヒー、カフェイン取ります。で、寝っ転がって仰向けになります、はい、全体の力を抜きます、はい、寝る寸前みたいな、でも脳だけを起こさなきゃいけないから、時計の音をカチカチカチってなる時計をね、横にセッティングして、その音だけに集中して、体は絶対寝る、で脳だけが起きてるってやると、ちょっと金縛りになりやすいんだけど、その怖くない金縛りっていうのは疲れてる時になりやすくて、とわっちは結構睡眠障害っていうか、まあ、寝れない時はすっごい続いて、そういう時のお昼時とかになる、まあ、昼寝とかしてる時になるんだけど、うとうとしてる時ってことですね。うん、突然寝ちゃったりとか、気絶、気絶寝とか、気絶ね、そうそうそう、しっかり寝ようと思って寝る時じゃなくて、だって、あ、寝落ちしちゃったなみたいな、はいはいはい、時になるんですけど、結構金縛りってそもそも怖いって思うから、脳が錯覚して怖いものをどん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 引き寄せるっていうか、自分が怖いって思うものが、その元凶とか、まあ、見えたりとかしちゃうんだけど、とわっちはもうなりすぎてやばいって思って、これ多分楽しいって思ったら楽しくなれんちゃうんかと思ってで、なんか楽しいことを考えたら楽しく なったのよ。あ、だから普通の疲れてる時の金縛りは、怖いって思ったら怖いものが見えて、楽しいって思ったら楽しくなるっていうのがあるんだけど、その楽しいやつをどん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 やってたのに、まあ、たまに楽しいことを全く考えられなくなる、感情がコントロールできない、そうってなると、お化け、あと体がゾクゾクするっていうか、なんかすっごい不快、めちゃくちゃ不快になるの。なんか普通に金縛りってそもそも不快なんだけど、それを自分のコントロールによって不快じゃなくできるものなんだけど、それができないと、あ、幽霊だ、幽霊ですねって思う。え、じゃあなってる最中に、じゃあハッピーなことを考えようって言って考えてるのに、あれってなるってことですか？それを覆されるっていうか、主張が激しい、幽霊って多分マジでその主張に負ける、普通に。あと、やばい、ここにいたらやばいってなるから、心を閉ざそう、なんか防衛本能になってくるっていうか、へえ。逆にその、これだマジで何回か多分言って誰も信じてくれないんだけど、普通の金縛り、自分が体が疲れての金縛りの時に、あのマッサージをしてもらってるって、それ肩に全集中の呼吸をする、マッサージしてもらってるところをイメージめっちゃすると、誰かがマッサージしてくれるっていうのはね、昔からすごいやるんだけど、それをなんか誰言ってもマジでその領域まで誰も言ってなくて、ええ、じゃあ奇跡パイセンは誰かに日々マッサージをされてるってことですか？そうだからラッキータイムって思うのかだからさ、かこれを言うとなんか頭おかしい子だと思われてすごい嫌なんだけど、本当にマジでそう、本当にそうで、なんかだからドア的には金縛りをねなったら超ラッキーみたいな、イエーイマッサージタイムみたいな、それができない時があって、その時はお化けだすいませんってなる。ちょっと見分け簡単独特すぎてそうなの。だからなんか多分だけど、昔に多分中1の時に、幽体離脱とかそういう金縛りとかを調べすぎて、なんかわかんだよね。でそっから100回以上なってるから、疲れすぎてその睡眠障害で、で1回2回って金縛りになるとなりやすくなっちゃうっていうか、癖になるから、癖づいちゃうんだ。そうだから、すっごい本当に寝たらなるっていう時がめちゃくちゃあったから、やばい時はこれ別に、あ、脳疲れてんなっていう時で、マッピングショーを見てる、ボー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 って見えてるものが全て動いたりとかする時もあって、私イカれたわってなるんだけど、そういうもんじゃないんだよ。怖いっていうか、お化けとかの時は死ぬってなる、死を感じる、そう、あ、ダメだって思う、オフってなる。怖
怖いな。いやーやばいよ。最初ビビるけど、最初怖いの、すべて金縛りって無料マッサージに繋がる時も怖いんですよ。ヤーメンもその一回だけ人生で金縛りになったことがあって、もともと怖いのとか心霊好きだったんで、ヤッホー金縛りみたいな感じだったんですけど、なんかなんて言うんだろう、だんだんその雰囲気が、あ、なんか困ってくる、違うみたいな、これ、はい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 、あ、違う、なんか本当にやばいやつみたいな感じに、なんか脳が勝手にそう思う、になって、でなんか胸の部分がズンって重くなって、なるほどなるほど、なんか足元に黒いもやみたいなのが見えたんですよ。でなんか勝手に脳内で、あ、男の子みたいな、へーマジ思っちゃって、あ、やばいやばいやばいと思って、なんか足ピンってしたら、指をピンってしたら、なんか金縛り解けるみたいな、え、そうなの。そう、なんかどっかで聞いて、なんか足の指をこう頑張ってグーッソースどこしながらソース、ちょっとソース調べようなるほどそうやって頑張れと思って解けたんですけど、人生で一回の金縛りがやばいなって感じた金縛りだった。そう、マッサージにはいけなかった。でも分かんないか、あと最初はやばいなって思ってたの、全部お化けだと思ってたの。あ、じゃあもし気づいた、そこでそのハッピータイムに入ることもできたかもしれないってこと。そうは、やっぱその中1のおかげで見た知識によると、そっから Y ボタンをするとやっぱ幽体離脱につながる。あ、とは Y ボタンをちょっと頑張ってやって、横にグーってやってたんですけどでもそっちまではね、なかなかね、100回あってもね、チャンス逃してしまいまして、もっとなんか多分上級のなんかなんですね、多分少しちょっと頑張りたい所存ではあります頑張りたい、はい、目指せ幽体離脱。あ、目指せ幽体離脱、これ聞いたみんなはもし金縛りになってもハッピータイム一旦歌う、そうそうそう、歌う、脳内で歌う、ハッピージャムジャム歌ったりとかしながらね、やりくりしていただきたい。それはハッピーすぎるなでも楽しいこと、あ、そうだ、分かった。それですっごい楽しいことを考えようとしても、めっちゃ雑音が聞こえてくるの、耳の近くで、うわーみたいな、いろんな人の声がわーって聞こえてくると、あ、幽霊だった、ごめんねってなる。違った違った違った、マッサージとか言っちゃってごめんみたいになっちゃうもうじゃあ自分ではもうどうしようもないものが、その幽霊による、そう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 、めっちゃうるせえ幽霊と、マジでうるせえあいつら黙れよって思う。皆さんね、今日のこの話をね、ぜひ参考にしてもらってね、はい、お願いします。金縛りになった時は頑張ってハッピーなことを考えましょうと。